1、2、3、4、5、6。お、はい、いきましたね。はい、こんにちは。回ってない？回ってる？回ってない。あ、はい、大丈夫そうですね。はい、というわけで、声小さい。じゃあ、原因を上げて。はい、本日もベーシックインカム北赤羽店にお越しいただき誠にありがとうございます。お客様に迷子のお知らせをいたします。死んだ魚の目をしたデブで性格の悪い頭にタオルを巻いたなんか変なおっさんをサービスカウンターにてお預かりしてるので、心当たりのある方はなんかサービスカウンターまで来ていただけるといいんじゃないかなと思います。いやはやいやはや、でも特徴あるから君アナウンスしやすいっすね。お客様に迷子のお知らせをいたします。5体満足1本満足の中、性欲の強いおっさんをサービスカウンターにてお預かりしてるので、心当たりのある方はサービスカウンターまで来ていただけるといいんじゃないかなと思います。いや君もなんか特徴あるから迷子アナウンスしやすいですね。さっきから失礼じゃないですか。じゃあはぐれてあなたを探してる人ってかなり不安な状況だと思うんですよね。なのでなるべく早めに正確な情報を届けないといけないので、そこで嘘の情報っていうの良くないと思うんですよね。なのでこの人ハゲてるよねとか死んだ魚の目してるよねっていう事実ベースで情報を発信してるんですよね。でそれで迷子すぐ見つかって感謝されてるので、なんか問題あります？あなたが性欲強いっていうのも事実ですよね。はいか言えて答えてください。あ、マイク入ってた。いや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 、今のやりとりもね、館内全体流れてました。はい、すいません。僕のせい。原因を下げて。